阪神金村悟氏が3年ぶりに一軍投手コーチ復帰。見てきた選手とまたできるのは幸せ。阪神は21日、矢野監督時代の22年までブルペンを担当していた金村悟、48、市の一軍投手コーチ就任を発表し、この日の午前に西宮市内で就任会見を行った。同席した島村聡球団本部長は、うちの選手のことを知っておられますし、うちの試合の解説もしておられた。安藤、一軍投手、コーチと共に一軍、投手の全般を任せる。勝つために来ていただいたと説明した。金村氏は日本ハムと阪神でプレーし、11年に独立、信濃で現役を引退。阪神には16年に一軍投手コーチとして復帰し、矢野元監督が退任するまでの7年間指導に当たった。ユニフォームを脱いでからは野球解説者としてテレビやラジオで活躍を見せていた金村氏は、まさかこんな早く帰ってこられると思ってなかったと心境を明かし、離れた2年も選手がすごく気になって見ていましたし、またそういう選手たちと一緒にやれるのというのはすごく幸せに感じていますと笑顔を見せた。また安藤コーチとタッグを組みながら、藤川監督にもうブルペンのことは任せましたと言ってもらえるくらいが理想ですとコメントした。金村コーチの復帰は本当に嬉しい。岡田監督が就任した際、唯一残念だった点は金村さんの退任でした。そしてこの2年間解説などでお話を聞くたびに、また阪神のコーチに復帰してほしいと常々思っていました。日ハムの試合中継、金村さんの解説が一番好きです。声も話し方も落ち着いてるし、説明がすっと入ってくるんですよね。来シーズンは金村さんの解説聞けないのは残念ですが、金村さんのいる阪神にも注目してみます。この人の復帰は大きいと思う。金村さんは復帰したくて仕方なかったみたいやしね。岡田さんの投手起用のイメージが自分が聞いていたことと違っていたようで、それならあの時対談しなければよかったって言ってたぐらいやから、ほんまよかったと思うわ。金村さん、今年日ハムの解説たくさんしてくれて楽しかっただけに、ハムファンとしては金村さんの現場復帰を祝いたい反面、少し複雑な気持ち。ま、金村さんはまだまだ若いし有能な人だから、そりゃ声かかるよな。本当に阪神の投手コーチ陣は万全の状態だよな。安藤コーチは一軍に留任だし、2軍には久保田コーチがチーフにいる。あとは打つ方がしっかり指導してほしい。岡田さんの下で投手がヘトヘトになるのが嫌でみたいなこと聞いたことあるけど、解説聞いてて投手のことよう分かってる金村さん帰ってきてほしかったから嬉しい。やっぱりピッチャー陣の面倒を見てもらうんやったら金村さんやろな。今の投手王国の礎作ってはるから、大幅なマネジメントよろしくお願いします。才木と春とをフル活用しないでほしい。この時代に怪我したんだ、その記憶がある。金村さんどのチームにも呼ばれへんかったのは意外やったな。岡田前監督の退任に合わせて復帰、分かりやすいな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。